こんにちは。お客様をコーヒー、紅茶、それとも私にしますか？紅茶でお願いします。あの、お客様、お聞きになれなかったでしょうか？私はコーヒー、紅茶、それとも私にしますかと言いましたよ。で、俺は紅茶でお願いしますと言った。私を選んでください。でも俺は紅茶がいい。ふーん、お客様は私のことを嫌いですか？いや、違うけど、俺は紅茶が欲しい。今日はこんなに嫌な日だったのに、お客様のせいでもっと悪くなったよ。私は